皆さんこんにちは、ダブルハンマーです。本日も堀口英寿スペシャルの時間がやってきてしまいました。3月2日、本日も堀口くん周りの出来事について超ざっくり簡単にまとめていきます。では行く。いやいやいや、実に濃い数日間でした。正直現役をずっと追っていくのはきつかったです。ですからこのチャンネルの方針をフルに発揮し、ざっくりと要約して流れを振り返るようにしたいと思います。詳しく知りたい人はひまそらさんのライブが2本ありますので、そちらを参照するとより分かりやすいかと思います。衝撃の3万文字の自訴ノートから、横浜地裁でひまそらさんからの訴えを防御し完全勝利宣言した堀口くん、歓喜のスペースやドヤコストができていたのもつかの間、判決の翌日である2月29日、ひまそらさんによって例のタキシードパンダが堀口くんと全く同じ本の並びをした机の上の写真や、堀口くん宛ての郵便物の写真、さらには自撮りをする堀口くんとよく似た目元の写真など、いくつものスクショをポストしていきました。それを受けた堀口くんは自暴自棄になったような口調となり、ジマルを匂わせるような宣言を繰り返します。そしてパソコンを水没させ破壊したといい、最終的には X のポストを止めてノートでコメント投稿を始めます。ちなみに水没させたと言っていますが、今回は写真もありませんでした。これらのポストは12分間に6つもあり、パソコンは破壊したもののスマホは破壊せず、自暴自棄ながらも実況ポストを繰り返していたことがわかります。ノート投稿を始めてから少しすると、堀口くんは落ち着いたそうで、新しい PC を買いに行くと言います。ジマルって騒いでいた割に、元気ですね。ひまそらさんはその日のライブにて、新たにタキシードパンダの取扱説明書なる文書を公開しました。これは防寒次長が、官僚たちに取扱説明書を作られていたというニュースを受け、タキシードパンダが自分の取扱説明書を作ったというものでした。いやーきついっす。食べ物のこだわりや、飛行機、新幹線のこだわり、ホテルの取り方や、怒らせると誠実な謝罪がないと粘着されるなど、細かい指定がありました。そういった暴露がよほど気に障ったのか。ひまそら茜が丸刑になりますように、心からの願いです。こういった後発言も出ておりました。そして翌日の3月1日、朝からセットアップ中のパソコンを破壊したと投稿しています。そんな堀口くんの荒れっぷりを見て、何人かの人が止めるよう呼びかけますが、例によって全く聞く耳を持ちません。話を聞く気がないなら、どうしてこんな目に遭うかわからない、どうすればいいかわからないとか、言わないでもらいたいですね。そうして被害者仕草を振りまき、声をかけてきた人に噛みつくようなムーブを繰り返していました。そして1日もひまそらさんによるライブが行われ、堀口くんの被害者仕草、いかにわがままで理不尽なことを言っているのかコメントされていました。新しい情報としては、かつて堀口くんも所属していたのを、ユース、ノーホ、ジャパンにおいて、タキシードパンダも発言しており、ここからアベマ出演をつなげたプロデューサー X がいたのではないかという話になっています。また、このライブ後に、ゴチャンのニュースピックスすでにて2018年頃、話題になっていた人物がいたことが、学者たちによって発掘されました。それが、ジ・シュイン。その人物はなぜかジ・シュインを辞めるようなムーブをしているのに辞めていなかったり、同じような話をすると言われていたり、不器用すぎる、留学なんて無理と言われていたりするようでした。ニュースピックスでも煙たがられていたような、ジ・シュインを辞めたっぽくて、留学しそうな人、誰なんだ。それでは最後に少し、私の考えをお話ししたいと思います。まず大前提として、命を粗末に扱うようなことは、してはいけないと思います。それは、言葉に出すだけであってもです。自分にも他人にも、丸ぬ、とか、丸すとか、冗談でも言っていいことではありません。ただ、これは私の考えなので、誰かに強制するものではありません。自分の責任で、そういう発言や振る舞いをしたい人は、どうぞご勝手に、としか言えません。それでその人がどう思われて、どう扱われようが、それはその人の責任です。堀口くんの発言にもあったかと思います。あなたの言うことを聞いてうまくいかなかったら、私の人生の責任を取ってくれるんですか、といった意味のことが。もちろん取りません。だから堀口くんは、堀口くんの責任で、どうぞ好きなように動いてください。それで、どうしてこんな目に遭わなくちゃいけないのかわからない、のでしたら、それはわからないあなたの責任です。やり方がまずくて、自分の望む結果にならなかったなら、何が悪かったか考え、やり方を変えてみて、またやってみればいいと私は思います。そこで、周りが悪いのであって、自分は間違っていないから、やり方を変えない、というのなら、同じ結果になるだけです。たとえ周りが悪い環境だったとしても、それじゃあ自分がどう動けば、この環境で自分の望むいい結果が出るのか考えて、それを試していけばいいじゃないですか。自分がもっと頑張るでも、周りに変わってもらうようにするでも、その環境から動くでも、いろいろ方法はあると思います。これまでの生き方が十分幸せで、このままでいいならそれでいいでしょうし、うまくいっていない、嫌な目に遭っていると感じるなら、今までとやり方を変えてみてもいいんじゃないでしょうか。たとえ誰か悪い奴がいて、そいつのせいなんだとしても、そんな奴のせいで自分の人生が台無しになるなんてバカバカしいでしょう。
まあ絶対に自分のやり方が最高でこのままいけばうまくいくしハッピーになれると信じているならどうぞそれで頑張ってください。私には関係ありませんので、ただ私自身や私が応援したい人に危害悪意を向けようとするのであれば防御したり批判したいといった対応をしたいと思います。今回は以上となります。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。ご意見やご感想などありましたらお気軽にコメントください。最後までご視聴ありがとうございました。